このラジオはポッドキャストでアップロードしているものを YouTube の本に転用したものになります。パーソナリティがにわか知識で語っているため役者さんの名前や設定を間違ったまま語っていることも多々ありますが広い心で許していただけると幸いです。それではどうぞ。 はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第171回目になります。イェイはい、ということでパーソナリティの電磁気学です。このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イェイはい、ということでね、 えー、今週は第171回ということで、えー、見てきました銀河英雄伝説「ディ・ノイエ・テーゼ」一章の感想になりますイエーイということでね、えー、この作品は見てからね感想を言うかどうかすごく悩んでおりました、あのー、昨年のね冬コミ2018年冬コミ版をね聞いていただいた方は分かると思うんですけどもこのラジオのね パーソナリティがね私、電磁気役とスワローセブンと天台さんの3人でやっておりましてそれぞれがねあの特別なアニメえスペシャルアニメを持っているという <laughs> 話がありましてまあねあのパーソナリティの顔が見える1作品ということでねまあそれぞれが特別に思っている作品そういうのがあるよねっていう話であのその中のね1つが銀河英雄伝説で天台さん担当なんですよね。 なので、あのこのね、あの銀栄電歴があまりにも浅いこの私、電磁気役が、この銀栄電を見て感想を語るというのは、なんともおこがましいことかという気はしなくはないんですけれどもね、まあ、やっちゃおうかなと、<laughs> せっかく見てきたしね、あのもうね、こ今日、今回はね、あのさらっと、さらっとやって、こう深く深くの話はね、あの次回ね、天台さんが来ていただいたときにでもたっぷりと。 話していただければ私はね、あのー、銀エーデンはね、親が結構好きで、再放送かなんかを追う家で、なんか昔見てた親が見てたなっていう記憶はあります、アニメ版を。で、うちの親はなんか小説を読んでとかいう話をした気がしますね。うん。私はあのあの、銀エーデンはあるのは知ってたけど、見たことはなかったんですよね、ちゃんと。で、 そうです、ね、銀エーデンに入ったのはあのー、ジャンプスクエアだっけ違うなヤンジャンかで、あのー、藤,藤崎龍先生が、あのー、コミカライズ版を、えー、作られましてそれから入ったんですよね銀エーデンってなので私の中の銀エーデンって藤井流版が、あのー、ほとんどだったんですよで、あのー、アニメーションが始まって 銀河伝をちゃんと見てるって、映像版銀河伝を最近のその D ノイエテーゼからあの見てるっていう状況ですね。なのでね、私の中では結構藤流版が <laughs> 正しい銀河伝ぐらいの感じで、先に藤流版で勉強した内容をあの D ノイエテーゼであのもう一度見映像として見直して楽しんでるっていう感じですね。 であのテレビシリーズ版があってでその後、えー、なんすか残ってる話をやるのかな、大全部で3章を描くという予定で進んでおります。その第1章が、えー、今行われています。3週間限定でしたっけなので私、見たら2週目なんでねもう来週までぐらいしかやってないはずなので皆さんも見てね、<laughs> 先に言っとこう、えー、10月25日から第2章でしたかね。うん、それはまだ、ね、早めに見て えー、感想そうですねあのー『銀河エリデンス』あのもうあの何、ー、ですかね私が語るのもおこがましいぐらいの、えー、長い月日がある作品なのであの最初っからネタバレで喋っていこうと思いますもう今さらネタバレもクソもないんだよこの作品はもう <laughs> まあねということでねということでっていうのはごめんなさいで、ね、今ねあの普通に聞いてる人は分かんないと思いますけどここカットしてるんですけどちょっとね喋り始めて今日が乗り始めようところでね先ほどあのちょっと。 アマゾンから荷物が届きまして、ちょっと一瞬止まってました。などこまで喋ったっけまあということで、ネタバレもクソもないんですけれど、まああの、話していきたいと思います。今回はね、え、これ、あれ、収録前にも言ったっけまあいいや、あのー、テレビシリーズかの続きのですとで。テレビシリーズで、なんだっけ、えー、っと、遠征に出て、今日襲撃にあって逃げるところかな。 えー、で、えー、アムリッツァ政権に逃げましょうという話になって、アムリッツァ政権に逃げた後のお話からスタートいたします。多分合ってる。で、あのー、藤流版でいうところの、えー、10巻、10巻が大体本編の内容になっておりまして、間にちょっと13巻の間が入るのかな。で、藤流版の方は先に、あのー、 何あの金髪の小僧が <laughs> ラインハルト様があのあの貴族たちと戦う話があってのえ途中で戻ってくるえ同盟の方の話に戻るのでちょっと間が変わって時系列がちょっと違うんですけれどねまあ,あのその辺がねあの原作は私知らないので藤竜版の切り方でディー・ノイエ・テーズの切り方っていうのはあって面白いのかなと思いますでえー大体藤竜版のジョッカーの話をやってで 13巻のちょっとあのね、キルヒ・アイスが、えー、同盟国の方に、こう、テロリストじゃないな、あのー、なんていうんだ、なんていうんだっけ、横文字が出てこないや、まあ、スパイを送り込むと、諜報員を送り込むという流れで、で、クーデターが起きますぜ、で、ラインハルトはこれから門ツ貴族をぶち叩くぜっていう、その、正しい時系列、正しいというか、まあ、あのゃちゃんと時系列順に描いているのが、 ティ、えーノ・イエテーゼかなっていうところで多分2章からねそのクーデターとかモンバツ貴族の話をするのかなっていう感じでしたねはいなので一応、あのー、今回の、ね、劇場版はこうホームページを見てみると、まあ、13話14話15話16話っていう書き方をしてるので、まあ、テイスト的にはちゃんとテレビ放送ができる、あのー、形で作ってでそれをつなげて流してるっていう感じでしたねやっぱり実際こう アニメ版を見るとねやっぱアニメ版は綺麗だなっていう感じがしますね <laughs> あの藤流版って結構こう登場人物が多いから分かりやすくするためにすごくデフォルメして描いてるんですよねすごくすごくこうあのうまいことをあの話を主者選択して描かれてるのなっていうのがすごくよく分かるすごくね頭の中でその一致する一致しないを見ながら見てるのが楽しかったですねいややっぱ今回ね劇場版ということもあって なんでしょうねやっぱ大画面であの艦隊を見るっていうのもいいし、で、あのー、艦隊の中の、あのー、機関室っていうの、あのー、映像に映ると、結構ね、後ろでカチャ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 とかやったりとかして、いろんな音が入ってるのもね、意外と、あのー、その場にいる感じがして楽しかったですね。はいあとはなんかね、もう結構ね、あのー、やっぱそう、そ富士流版で話をしてるから、あこの話か、この話かっていう感じでね。 ちょっとこう確認がてらで、さっき言ったように藤井竜版との違いを楽しみがてら見てましたね。でやっぱりね見てて、あれとかすごく印象に残ってあれとかあれじゃなくてもあそういう話になっていくのかっていうのを認識しているところって1回帰って藤井竜版を読み直したんですけどちょっと違うんですよね、言ってるタイミングだとか言ってるキャラクターが意外と違ったりしてちょっと逆にねこうあ原作って本当はどっちが言ってんねやろうっていう感じがしてちょっとわくわくしたところもありますね。 で今回、やっぱりすごくすごく印象的な会話のところは、そうですね、やっぱり一つは、あのヤン・ウェンリーが、あのー、なんだっけ、アムリッツァだっけ、アムリッツァ成形からこう逃げたところ、ああ、そう、アムリッツァ成形逃げるところの、あの嫌い言の中を通っていくシーン、なかったですよね、アニメ。あれがちょっとね、私、好きだったんですけど、ないのがちょっとショックでしたね。で、まあそれで逃げ切った後にあのー、秘書、秘書、秘書名前、何だっけ。 もう名前がすぐに出てこない、あれですよ、遠藤綾さんですよ、遠藤彩さん。えー、っと、フレデリカ・グリーンヒルさんにこう言うわけですよね、あのこう流したちにあの報いることができるんだろうかっていう話と、でもう一つは、今まで歴史の勉強をしてきたと、で人間はこう何度も何度も繰り返す歴史の中で、2つの思想で語ると、1つは、人間よりも強い神みたいな存在の話、人間よりも尊いもの。 の話をする神様だとかね、その他のものだとかの話をすると。でもう一つが、えー命、命よりも尊いものはないんだという話をするとで決まりに。決まりに決まって、前者を語るやつは、前者を語った時に人は戦争を始めて、後者を語った時に人は戦争をやめるんだっていう話をしてるんですよね。でこの話をしてから 次の話に移るときに、この話をこうヤン・ベンリーがしてから出てくる話が、その門ツ貴族との戦いの話と、あのー、同盟国でのクーデターの話なんですよね。で、それぞれが門ツ貴族がその自分たちの,あの歴史ある国のために、自分たちの誇りのためにって言って、反旗を翻すんですよね。で、同盟国の方も、このまま腐敗した政治ではいけない、私たちは正しいの、正しい。 あのー、この同盟国を取り戻すんだって言って戦争を始めるんですよねすごくねここの作りがうまいしヤン・ウェンリーの語りがねすごくすごく合ってるで人間とは核もこう愚,愚かであるというところがね描かれていてすごく話に乗っていきやすいように作られてるなっていう感じがしますねでフジリュ竜版見るとこのシーンその話はしてないんですよねああと思いながらでもう一つが、あのー、あの人が出てくるわけですよ フロイラインさんが、フロイラインさんの名前じゃないな。<laughs> えーっと、なんだっけ。えーっと、フロイライン、フロイラインお嬢さんって意味ですね。フロイラインマーリンドルフさんね。で、まあ、これ、このキャラもね、漫画で出てくるから知ってたんですけどもね、花沢香菜さんだーっていうね、ここで花沢香菜さん投入ですかみたいな。さすがですね、銀河英雄伝説。もう、惜しみなくこう、できる人たちを投入していく感じが良かったですね。で、花沢香菜さんは、 あの女性のキャラクターです、ね、女性のフロイライン、女性お嬢様で、であの貴族なんですけれども、門ツ貴族がこう、後継者がいるんですねあの、帝国の皇帝が死ぬわけですよ、であのもちろん後継者問題になりますと、後継者は指名されてなかったと、でどうするかって、で直系の男の子5歳ですよね、にするかあの、娘が2人、大人が娘がいると、で大人の娘2人は貴族の門伐貴族の。 それぞれの家系にいると。で誰かって、誰にするかっていうところで、5歳の子が選ばれちゃったというところでこう揉,める揉めるわけですよね。で、でもこ、ね、この、ああ、で、キルヒア挨ツは、キルヒアイスじゃない、<laughs> あのー、えー、ラインハルト様はあの子供の方につくと。で、フロイライン、あのマーリンドルフはの家はあの、どっちかの貴族につかなきゃいけないっていう話をしてたところ、この若い女の子は、 あのダメですとあの、ここはラインハルトに着くべきなんですと、お父様を説得して、私にお任せくださいと言って、通り入るんですよね。で、この時にこのあの、この賢いねフロ、フロイライン・マーリンドルフが、投 <laughs> えな、マーリンドルフが、あの花澤香菜さんが <laughs>、あの親を説得する時に言うんですよね、有志以来、滅びなかった国はありませんと。 それがこの帝国ではあっても、この帝国があの例外なんてのはありえないでしょっていう話をして、で、あのもう、俺も暗、ね、に言ったわけですよ、もう歴史の流れが変わり始めたとで、そう言って、ラインハルトのところに行く、ここはね、すごいなんか良かったんですよね、で、実際にーバ版見ると、そんなこと言ってないですよね、<laughs> どっちが言ったので、ーバ版見ると、それは急止した皇帝が言ってるんですよね、先に。 流氏以来滅びた国はないとで、わしの代でこの国が終わってもおかしくはなかろうという話をしてるんですよねいやーこれ原作どっち言ってるんでしょうねこの話こそ私は天台さんがいて欲しかった <laughs> いやーしまったなここの話ーすごい好きなんですよで、何よりもこの話で聞いててまあもちろんね私たちも歴史を勉強してるからそれはそうだって思って見てるんですけどゾッとしたのが あのー、歴史のから学んで、頭を使って策略,を策略というか、まああのー、戦略を練ってあの戦うのがヤン・ウェンリーなんですよね。で、帝国側にやっと出てきたんですよ、歴史から、やっと出てきたというか、まあ、ラインハルトとか言ってるんですけど、まあ、歴史を学んで,で、歴史から考えてこうするべきだって言ってきたのが、あのー、マーリンドルフの花澤香菜さんなわけですよ、おーとか思いながらね、そういうのを考えながら見てると、すごく楽しかったですね。 あー帝国側にもこう歴史から学んでくるや,やつが出てくるかっていう感じでしたねまあね、あのー、相も変わらずオーベルシュタインさんはあのー、ラインハルトさんに忠告ばっかしてるし <laughs> 面白かったですねあとはそうですねあーあとねえー、っと富士流版だった どっちだったかな,たかなあー思い出した、思い出した、思い出した、思い出した。あのね、ビュコックさんとのあのー、夜の会話があるんですよね。で、あのー、なんだっけ、あのー、クーデターが起きそうですと。で、おそらくラインハルトはこうこうこうで、こうやってこう、長本報を送り込んでくるので。 内戦が起こるでしょうと、向こうが内乱してる間、こっちは動けないように内乱させるのは狙いでしょうと、気をつけてくださいという話があるんですよ。で、その中で、ビコック、提督じゃない、提督って言った提督提督だってるかビコックさんがあの、ここまで考えられるお前はこう、う他にあの暴力とか考えたことはないのかって聞くんですよね。で、一瞬間を置いて、ヤン・ウェンリーはあのですか、ね、私は、私ができることは、 あのー、軍人としてできることだけですっていうちょっとはぐらかすというか暗に認めているようなかあの回答をするんですよねで、あのー、今回のアニメ版では描かれなかったんですけれどもちょっとあのね藤竜版を読み返すと考えてるシーンがあるんですよねどうやってあのこの今後あのラインハルトがどう動いていくかと考えながらでこの読み通りに読みに対して私はこう動けば 帝国を滅ぼせるかもしれないと私ならできるって思うシーンがあの富士龍版の『銀英伝』には書かれているんですね多分そこの話なんですよねでいやいや人間欲が出てしまうなって言ってその心をいめるっていうシーンがあってねなかなかねこうアニメとね富士龍版を行ったり来たりして見てるとすごく楽しいなっていう感じで、えー、今回楽しめましたね でねこう一生懸命ねこう感想を語ってるわけなんですけどね、今日ね、衝撃なことがあったんですよ、あの映画見に行ってね、映画館の後ろの方、後ろの列の席にあの、ちっちゃい男の子がいたんですね、あのそれこそ5歳の低督みたいな、<laughs> で5歳より上かな、でまあご家族で来られたんでしょうね、で見ながら、お母さん、あれは何とか、お母さん、休死って何とかね、死んだってことやとかね、教えられながらね。 まあちょっとずつ聞こえてはくるんですけど、私もね、昔小さい小学生の頃親に連れられてね、同じようなことしたことがあるので、まあ、そういうのがあったら許そうと思って、映画見てるので、まあ、全然いいんですけど、でまあ、その子はね、面白いわけですよ、やっぱり、あの、これ誰、誰とかね、これ、どういう状況とかで、ね、分かるわーと思いながらね、人多いよねとか思いながら見てて、で、まあ、最後まで、こう、まあ、そんなにね、べら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 ってるわけじゃないんですよ、本当にね、たまにね、コソコソって聞こえるだけなんですけど、 であのー、映画終わりましたとで映画終わってこうバーンとスタッフ,フルロールが流れ終わってであのー、エピローグはなくて次第2章が始まりますとでこんな話ですってダイジェストが流れて終わるんですよねでねそのダイジェストの,その第2章の宣伝が流れて終わってパッて明るくなってすぐ明るくなるじゃないですかで終わった瞬間にね後ろの男の子はね「全部見たい!」って言うんですよね もうあれ以上の感想が俺の中には出てこなくて、もう100点満点の感想を言われてしまって、クソーと思ってね、いやー、純粋なパワーってすごいですね、<laughs> もう、お前満点みたいな、思わず言いそうになりましたね。いやー、なのでね、その小さい子供をね、ハラハラしながら楽しんで見れるアニメなのでね、あのぜひぜひ皆さん、まだ未読の方とかね、ぜひ藤井流版も読んで、で映画版もねあの、テレビアニメーションを復習していただいてね、<laughs> 結構長いですけど、12話、でも12話か。 で、見ていただいてね、で、劇場版も楽しんでいただければいいかなと思います。小さい男の子はね、全部見たいって言えるぐらいのね、素晴らしい作品だったので、もうその子の言葉を借りるよ、全部見たい <laughs>、えー、そういう面白い作品なのでね、ぜひぜひ楽しんで見ていただければなと思っております。はい、ということで、ね、今週は銀河英雄伝説、に e Noie t 一生の感想をお送りしました。パーソナリティは私、電磁気役でした。どうもありがとうございました。